英雄星チャンネルの時間です。若藤です。西です。あ、巨匠、はい、今日はよっぽど好きなんですね。いや、帰ってきたウルトラマン好きですよ。あ、帰ってきたウルトラマン、はい、昭和46年か7年ぐらいの作品になりますかね。はい、その年帰ってきた酔っ払いっていうのが流行ってて、植木仁さんでしたっけ。いや、じゃあ歌だったんで。歌があったんですか。その帰ってきたを撮ったんですよ。なんか名付けもなんか怪しいみたいな話ですけど。そうですね。でも作品としては主人公の、はい、これは郷秀樹さんですか、はい、主役ですね、はい、ハーフでものすごくかっこいい男の人が演じたイメージがありま す、ね。まあ一説によると、はい、郷ひろみの郷と、はい、西城秀樹の秀樹を取って、はいはいはい、まあ2人を足して2で割ったようなやつなんだっていうんで郷秀樹ってつけた。そこに野口五郎が出てこないという五段ダサいですからね。五郎っていう名前がでもすごい名前ですね。郷秀樹ですからね。そうだから、そのうち西城秀樹っていうのが出るのかなと思ってます。ああ、なるほどなるほど。ね、何秒ずつ名前と組み替えて、はい、今までの初代ウルトラマンでその後ウルトラセブン、はい、本来なら初代ウルトラマンが帰ってこないとダメですよね。まあ、そういう予定だったんです最初は、はあ、初代ウルトラマンがそのまま帰ってきたぞっていう設定にしようと思ったんですけれども、これやっぱり著作権の関係でね、はあ、違うもんにした方が2倍美味しいじゃないですか。なるほど。だから当初の予定を変えて違うウルトラマンということにしよう。新キャラを作った。はい。で、あの西部二重線にして。なんですよね、はい。よく見たら初代ウルトラマンとほぼ一緒なのに線が二重なだけの違い。はい。ですよね。と時代なのは、あの初代ウルトラマンが半ズボンだったんですよ、赤い色が。はい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 。ちょっと違うんですよね。なるほど。ブリーフに変わりましたよね、トランクスから。で若干目の色とかも変わってるんですか。いや、もともと白色が普通ですよね、初代マンも。なるほど。でもなんか漫画とかは全部黄色で塗られてたんで、うん、黄色っていうイメージがあるんですけれども、この帰ってきたウルトラマンで、はい、まあ、特にこう注目する回とか作品ってあるんですか。いや、もうそれは途中でね、彼女が宇宙人に行って殺されたりとか、はい、あとはセブンが助けに来たりとか、まあ、盛り上げるドラマいっぱいありましたね、帰ってきたウルトラマンは。この帰ってきたウルトラマンの回ぐらいから、はい、先に出たキャラクターセブンとか、はい、出てくるという。セブンはね、あのウルトラブレスレットを与えに来るんですよ。はあ、まあ、ブーメランで切ったりできる武器だ。それ私も欲しいんですけど。そうですよね。どうせ金銀キラキラのブレスレットでしょ。そうな、違うそういう風にしてどんどん強くなっていくんですね。そうですね、はい、まあまあ、その、なんだろう、子供たちってマジンガー Z もそうなんですけど、うん、弱いけどだんだんこう強化されていくっていう話は、そのドラゴンボールまで通じてますよね。なるほど。だんだん強くなっていくのが楽しいです。全てのヒーローの共通はだんだん強くなる。だんだん強くなる。最初から無敵だと面白くないっていうね。なるほど、はい、その本当に元祖を作った昭和の40年代後半ですけど、はい、作品といえる。そうですね、名作中の名作。兄弟が助けに来るっていうのが最初ですよね。で後にウルトラ兄弟とか家族になってきますもんね。そうですね、その礎になりますね、はい、はい。今日はあの帰ってきたウルトラマン、巨匠ありがとうございました。ありがとうございました。